ジョバンニ・グラッシュ・ストゥリディューのズーロゴ、スラマラリアの図版ジョバンニ・バッキスタ・グラッシュは、イタリアの動物学者、寄生虫学者である。マラリアを起こす、マラリア原虫が、浜だらかによって媒介されることを示した。ロンバルニア州、コモ県のロベラスカで生まれた。パビア大学で医学を学び、1878年に、博士号を得た。その後、 ドイツのハイデルベルク大学とビュルツブルグ大学で動物学を学んだ。1883年からシチリアのカターニア大学で動物学を教え、1895年からローマ大学の比較解剖学の教授を務めた。腸内寄生虫やシロアリア原生動物の生態を研究し、魚類学の分野にも貢献した。最も知られた功績はビグナーミト、 マラリア原虫を媒介するが浜だらかを同定し、あのフェレスからの防護が、マラリアからも防護することを示した。マラリアの研究では、イギリスのロナルドロスが1902年に、ノーベル生理学・医学賞を受賞しているが、グラッシラはノーベル賞受賞を逃している。1896年に、シロアリの研究への貢献に対して、王立協会のダーウィンメダルを受賞した。 イタリア王国、国王、ビットーリオエマヌエーレ三世によって上院議員に任じられた。グラシは植物の学名で命名者を示す場合に、序盤にはィスタグラッシを示すのに使われる。ありがとうございます。